2020明治安田生命 J1 リーグ第16節、横浜 FC 対名古屋グランパス。さあ、まずはホーム横浜 FC です。ゴールキーパーが南、ディフェンスは瀬古、田代、袴田、七、松浦、安永、手塚、斉藤浩介、皆川、斉藤浩樹です。控えメンバーはご覧のように、松尾が今日はベンチからスタート、それから三浦和11番ベンチからスタートということになります。一方のアウェイ名古屋グランパス、ゴールキーパーがランゲラック、ディフェンスが吉田、中谷、丸山、太田、稲垣、米本、ガブリエル、シャビエル、阿部、相馬、金崎。控えメンバーに今日はマテウスがベンチからのスタートになります。太田から相馬、相馬が入れたボール、流れた、シュート、見事なゴール、吉田、目の覚めるような弾丸シュート、決まって0対1グランパス。これは見事でした。強烈なシュートがネットを揺らしました。上がれてきたところ少し、そうですね、切るように下に叩きつけるようにこう足を振って打ってきたボールがちょうどホップさせましたよね、ボールを。まあ、このボールの上がり際なんで当たれば確かに強いボール行きやすいんですけどもね、完璧な、そしてコースもちょっとすごいですね。ボランチの安永、渡したボールは瀬古、中を伺って、さあチャンスだ、シュートへ、ドテー、19分に追いつきました。横浜 FC 1対1。これは岩政さん、いい崩しでしたね。そうですね、外を起点に田代がよくオフラップしてきましたよね。一番こうゴールが決まる、そうですね、キーパーが反応しづらい早いコースですね、早く決まるコースに入れてきましたね。全員が入りました、ボックス内。一人だけポツンとガブリエル・シャビエルです。さあどうだ、落としたボール、コースの中、逆転に成功しました。見事な田代の得点で2対1、22分に逆転成功、横浜 FC。こぼれたボールなんですが、混戦の中よく詰め込みましたね。最後田代よく反応して振り抜きましたね。振り抜いたことによって相手に当たりましたけども、安永ワンタッチ、いいさばきです。瀬古へ、先ほどは惜しいシュートがありました、うん、俺もここでチャンス、そのまま斉藤浩樹、ドリブルからラストパス、松浦のシュートは味方ですかね、味方に当たったのか。この斉藤浩樹のこれ抜群でしたね、逆を取るドリブルですよね。最後もレースにパスを選んでシュートも、そうですね、完璧にコース飛んだんだと思いますけど、縦に送ったボール足元もらいました。さあ仕掛けていきます、相馬、うわーっとこぼれている、空振り、クリア。今最後ガブリエル・シャビエル空振りだったんですね。そうですね、目の前がゴールだったんですがね、そのまま置いといてくれればっていう、あの蹴り方だったんですね。太田が入れた速いボールです。これは押せるだけという南ファインプレー、これはビッグセーブ、完璧なボールでしたね。そこに少し助走をつけて中谷も入って、はい、完璧だったんですけどね、ちょっと届かなかったですね、丸山も。さあメンバーの交代が3枚変わります。マテウスが入りました。さあここでメンバーの交代があります。皆川下がります、セヌマが入ります、同じポジション。稲垣がうまくキープ、ミドルがあります、チャンス、ジャンピングボレーはサイドか、いやー、吉田よく見てましたね、そしてタイミングドンピシャリ受けてもらえて、おっとチャンス、これは無人のゴールになった、っ裏になって、そのままシミッチからマテウス、同点2対2、好調マテウス決めて追いつきました名古屋。
ちょっと声がかからなかったですかね。あ、山崎が来ていることをおそらく知らせられずに。おーっと、リフレクションがあったボール、うまいコントロール、そして前を向いてチャンスだ、シュート、うわー、見事に決まって3点目、横浜 FC。 角度の厳しいところをうまく押し込みました。値千金、セヌマ決めて3対2勝ち越し、横浜 FC。 セヌマはこれ嬉しい、今シーズンの初ゴール。さあチャンスはグランパスだ、あーっと精度を欠きました。時間はかかります。所定の4分が過ぎました。あ、そして今タイムアップ、3対2横浜 FC 連敗3でストップ。グランパスに勝って勝ち点3をゲットしました。